また任期満了に伴う上島町長選挙は今日投票が行われています立候補しているのは元町議会議員で新人の大西幸恵さんと現職の上村俊幸さん元町議会議員で新人の池本光明さんの3人です午後5時現在の投票率は26.99%です投票は午後8時に締め切られ 今日夜遅くに大勢が判明する見通しです。